あ、間違えちゃった。まだまだそうしようと。間違えました。どうぞ。何分？今25分です。25分。ちょうどよかったです。はい。はい、よろしくお願いします。ニューマです。はい。はい、今ネットでなんか台風のなんかいろんな話あるのご存知ですか？どんな話？なんか、ちょっと変わった話で、例えば今回の台風10号あったじゃないですか。はい、で、あれがなんか当初の進路とはまるで大きく外れて、なんか九州、四国、うん、で、最後紀伊半島に行って、うん、いきなりなんか角度を変えて、行ったじゃないですか。はい、あれが、なんか温泉巡りしたんじゃないかとか、うん、台風が。台風が。で、最後に1日参りで伊勢神宮行ったんじゃないかっていうような、うん、ちょうど伊勢神宮のところで終わったんで、台風、うん、っていうのはあったりとか。で、それは誰かの意思で台風がなんか逸れたと？いや、医師っていうことではないんですけど、はい、ただもう一つあるのが、なんか屋久杉が被害あったじゃないですか、はい、あの3000年の、はい、もうぶっ倒れちゃったっていう、はい、あれで台風が威力が、うん、そもそもの威力より弱まったんじゃないかみたいな話もあったりとかで、屋久杉、はい、はい、だから屋久杉のおかげで被害がこれ以上拡大しなかったんじゃないかみたいな話もあったりとかで、はいはい、あ、私はですね、近光さんのね、東京のイベントがね、うまく台風をそれたことにびっくりして、それましたねって言ったら、なんかね、台風をそらす音があるんですということでね、何ですかその台風をそらす音って前もなんか台風をさらすなんか音楽があるとかってあったことがあって、前も言ってましたね、前も言ってました、近光さんそらしましたね台風をいや、このイベントの日曜日のイベントのために近光さんがそらしたんですか？そらした、あのね、日曜日の前にも8月の終わりにもね、イベントが東京であったんですけど、うん、その時もうまく台風をそりましたので、へ、ね、すごいなんか日程のね、あの取り方が上手だなと思いました、うん、はい、しかもなんか台風シーズンが始まった頃には、うん、なんか静岡の浜松で雨乞いの展示をしてたら、雨乞い、ちょうど台風のシーズンが直でやってきて、うん、はい、展示が中止になったみたいなことがあったりとか、あったらしいで、まあいろいろ今回はいろんなお話が出回ってるみたいでしたね、はい、ということで、はい、では改めましてアトラスニュースから、はい、読ませていただきます。海外から2記事読ませていただきます、うん、まずは、人里離れた洞窟で遺体発見、身元不明の男ピナクルマンの謎がついに解明と。中澤武史みたいなもんピナクルマンっていう中澤武史が発見されるんですね、待ち合わせ場所なんですから見つかりますよそれ、うん、はい、透明氷漬けになった中澤武史が、うん、氷漬け死後30年ぶりに発見されるそうですか、未来、うん、はい、はい、1977年1月16日アメリカのアパラチア山脈に近いアルバニータウンシップの、まあ、これピナクルってあの場所ですね、うん、ピナクル付近の洞窟にてハイカーたちが凍りついた男性の遺体を発見した。男性は茶色のスウェードジャケットに、ラングラージーンズ、ハイキングブーツといういでたちで、赤みがかったカラーヘアの白人男性であった。所持品は少額の現金程度で、身分証明書も持っていなかったため、捜査当局の尽力にもかかわらず身元を特定する試みは全て空振りに終わった、うん、結局男性の身元は50年近く不明のままとなっていた。ほったらかしだった。そうですね、はい、ところ唯一は、はい、唯一手がかりは歩く待ち合わせ場所って書かれた申し訳だったっ。まだ中澤さんですね。中澤が、それが中澤だとしたらね。うんうん、はい。ところが今年に入って未解決事件担当の刑事が男の指紋カードの原本を発見。男の身元がようやく判明した。うん、男性の名前はニコラス・ポール・グラブ。ペンシルバニア州、ワシントン出身の、当時27歳の男性だった。うん、彼は、アパラチアントレイルのハイキングに挑戦する前にペンシルベニア州、陸軍州兵として勤務していたことが分かっていた、47年間この男は身元不明のまま長い間忘れ去られていた事件の名もなき人物です。しかし、今日連邦州地方機関の不屈の決意によって、検視局がこの人物の身元を確認させたことを発表できることを大変光栄に思いますと、監視官は、記者会見で語っている、うん、しかし男性がなぜ命を落としたのか当時の正確な状況は謎のままだ。今後の捜査の結果、正確な死因等の背景も明らかになっていくのだろうか、うん、はい、
まあこれあれですね、なんていうかピナクルマンというか、うん、名前がつくとなんか、うん、なんというかいいですよね、こういうのがいい、うん、なんかズバッとなんかそういう名前がつけられるっていうのはなんとなく、うん、まあね、はい、歩く雑誌とかね、雑誌歩く雑誌って何ですか。だって妖怪とかユーマもそうですけど、うん、名前ついてないのって結構あるじゃないですか、欲、うん、しいってなるな、はい、名前ついてればキャラが立ったのにって、うん、そうですよね、そういうのがあるんで名前がつくと結構、うん、はい、盛り上がりますね、はい、話題として。はい、それでは2つ目です。はい、アトランティス実在の証拠、失われた海底の山ロスアトランティス山発見。はい、伝説によるとアトランティスは古代エジプト人がピラミッドを建設する何千年も前から存在していた高度な技術を駆使した活気に満ちた都市だったという。今日アトランティスの物語は多くの学者がそれを単なる物語として退け、他方ではそれが実際の場所や出来事にインスパイアされたと主張することで論争の泥沼に陥ったままである。現状ではアトランティスがどこに位置していたのかについては誰も同意することができず、遥か昔に津波や火山の噴火などの天変地異によって町全体とその上にあった土地が波によって失われ、その痕跡は全く残っていないという話もある。しかし、アトランティス伝説が今日でも証拠を見つけることができるか、できる何かにインスパイアされたとしたらどうだろう。最近、スペインの研究者たちが、カナリア諸島沖にある、海山、海の山ですね、海底の山の一部として、数百万年前に海に消えた多くの島々を発見した。海底 1.4 マイルに位置する直径、31キロメートルの この古代の海山は、現在活動を停止している火山がいくつもあり、アトランティスが波の下に沈んだと考えられている場所の一つに位置していることからロスアトランティス山と名付けられた。プロジェクトリーダーのルイス、ソモサによれば、この海山とその島々はアトランティス伝説の起源である可能性もあるという。伝説が語るように、それらは過去島であり、そして沈みました。現在も海底に眠っています。と彼は言った。まあ、アトランティス大陸の、まあ、証拠ではないかという海底の山が見つかったということで、もともとアトランティスが何でしたっけ、プラトンが言い出したっていう。はい。まあ、どうですかね。本当にそこに大陸があったのかと。まあ、プラトンの説によると、はい。実は、大陸とかじゃなくて、はい、島だったんじゃないかっていう説がある、ね、ああ島ですね、うん、はい、あれは港町だったんじゃないかっていう、はい、港町が陥没して地中に埋まったからそういう伝説が生まれたんだと。うん、なるほど。だからあんな大規模な大陸とかじゃなかったんだっていう説もあるよね。はい、うん、ね、はい、ということで以上となります、うん、アトラスニュースからは以上です。はい、はい、ではですね、告知はい、行きますね。で、ね、今までやってたリエさんどこに行ったんだろうと多分皆さん心配しているかと思うんですけれども、そうですね、駅から歩いて、うん、チキンを加えながら行き倒れになったみたいな。なんでそんなこと言うのかな。はい、ということでね、リエさん、その10月のね、ビンビン店で占い師として活躍されるということですのでね。はい、ではね、基本的に在宅勤務になりましたからね。はい、そうですね、うん、はい、ではですね、まあ、時々これからも出てもらいますよ、はい、まあ、イベントごとに、イベントでね、お手伝いをしていただくことになりますのでね、うん、はい、ということでね、9月10日が怪談王インターネット予選締め切りで、これ放送されるのがおそらく9月9日なのでね、本当に皆さん急いでくださいね。9月10日でインターネット予選怪談王締め切ってしまいますよ。はい、でね、いいねボタンも押してくださいね。ね、今年はどなたが怪談王のね決勝に残ってるか、残るか。いや、吉野くんが電話かけて、うん、うん、はい、今年怪談王に参加していいですかって話なんですよ、はい、いいよって言ったんで、はい、とりあえず会社のグループラインに、はい、関東大会と、うん、か、あの本戦の日付書いてる、うん、あ、グループラインです、うん、はい、そう、うん、はい、ということでね、一応怪談王のね、関東予選はね、11月30日と決まっていて、うん、決勝戦が12月22日に、うん、東京のですね、木馬亭、浅草の木馬亭で、あの、うん、決勝戦をやりますと、
ね、皆さん、興味ある方はその日はちょっとスケジュール開けといてください。うん、で、各地のね、予選会はまだ決まってないんですよね。名古屋とかね。そうだね。あと大阪とかね。大阪とか東北はするのかな。東北と北海道、東北と、うん、九州は、はい、今年は人数が少ないからないんじゃないかな。ないかもしれないと。うん、はい。ということでですね、次、9月の16日は中野女流会談。うん、はい。で、こちらの方もね、お客様だんだん集まってまいりましたね。うん、相上ちゃんと草野舞さんと白上樹里子さん。うん、こちらが浴衣姿で怖い話とか、なんか陰謀論とかもするかな、うん、?UFO の話も出るかな、イリスに連絡取っといて。イリスに。いいですね。次回。次回、はい、次回、あ、女流会談2やりますか ?2 があるんですね。12月に。12月にやるんですね、うん、2。2に出るようにって、イリスに言っといて。はい。はい。ね、イリスちゃんは、でも、返事なかったんですね、はい、今回。メールで。どうしたんだろう。何一つ返信はないんで。何一つ返信がない。ツイッターで返事、ツイッター見てないんじゃない、うん、ツイッターぐらいしか。あ、そうなんですか。だから、メールで送ったんだよね、と。うん、ね、ちょっと内部事情を言ってしまいましたが、うん、はい、ということでね、9月16日中野女流会談、申し込みは、推しの人の名前を書いて、ニューマさんのメールにお願いします、うん、はい、でね、9月19日トースポ居酒屋青の山にて会談イベント、なんで、ね、青の山って変な名前なんですか、知らないですよ、なんか相撲取りみたいな、なんか主催している人が青山さんとかそういう方かな、青の山ですって、ね、こちらのね、東青の山って感じですよ、どすこいどすこいです、なんか相撲取りみたいな、相撲取りっぽいですけどね、はい、うん、でこちらがね、上野駅から近いんですよね、場所が、うん、なんかこれ、ね、申し込み方あんまりよくわかんないんですよ。どうしましょう、これは。なんか概要欄かなんかに、こう、フラッと行ってもダメなのかな、いいでしょ、フラッと行っていいんですか、いいでしょ、だからね、上野に近い方はね、フラッと行って、餃子と。だから、うちの事務所に参加希望と送ってくださいよ。うん、あ、じゃあ、うちの事務所宛てで。じゃあ、だんだんうちで流しますか、トースポで。誰のメアドにするか。それも概要欄に載せときましょうか。どこでもいいですよ。ね、もし、徳島5566は、ちょっと見落とされるかもしれないから。何ですか、知ってるよ。本当ですよ。メールどっか行っちゃったりとかしますから。もう、忙しくて見てないんですよ。ね、ということでね、うん、じゃあ、概要欄で、うん。はい。で、9月の29日の6時から。カッパイベントが有楽町マリオン別館 7F で、アイムアショーというところで、ね、2.5 次元タレントの宮崎優さんという方がいらっしゃるそうですね。そうですね。はい。2.5 次元タレントっていうのが今流行ってるんですか？知らないんですか？私知らないですね。2.5 次元俳優って流行ってますよ。2.5 次元俳優。ほー。はい。アニメとか。はい。を舞台化して、はい、テニスの王子様なんか舞台化したじゃないですか、うん、はい、あと弱虫ペダルとかが舞台化すると、はい、漫画をそのままお芝居にするから、はい、2.5 次元俳優と、おー、そういうことなんですね。ですのでね、9月29日、どうですか、多少はヤングな知識は身につきましたか？いや、もうね、ヤングは捨ててますからね、うん、いいですよ、ヤングは次の原宿でちょっとヤングに帰ろうと何呆れてるんですか。原宿で浮かれちゃうんですか、はい、浮かれちゃいますということでですね、うん、10月1日から12日が東急プラザ原角にて、はい、うん、天下ランドオープン記念、このね、天下ランドというのがくせものですね、くせものじゃないですよ何ですか、スポンサーなんですよ、うちの天下ランドって何、どんなランドなんですかね。いや、天下の商品をいっぱい並べてる、天下の商品を並べてのオープン記念で、はい、40坪ぐらいのスペースで展示会をやるんですよ、うん、はい、展示会するんですね。でね、これ超都市伝説山口敏太郎の不思議ビンビン展ですね、ビンビンってちょっとビンビン声を変えてみましたが、ペイペイみたいなね、こちらなんかね、コメント欄でね、早く詳細を知りたいわという嬉しいコメントが寄せられていまして、もういろいろ作りますよ、ね、UFO コーナー、うん、そうそう、いろいろとね、UFO コーナーは、うん、村さんの撮った UFO 写真と、はい、あと宇宙人の声を聞くコーナーがあります、はい、
で、ユーマコーナーは、うん、ユーマの剥製とユーマ写真で彩られてます。はい、現代妖怪コーナーは、はい、八尺サバとか、はい、くっさけ女の模型と、はい、それと、まあ、現代妖怪の写真、うん、で現代妖怪のイラスト100枚、はい、と一緒にお出迎えします。うん、はい、その他にもですね、妖怪くさげ女神社っていうのがあります。くさげ女神社は岐阜から運んできた、はい、岐阜柳ヶ瀬のお化け屋敷の、はい、ご本尊、はい、唇の形をしてるやつを、はい、祀ってますんで、はい、そこでエスカリータリエが巫女をやってますんで、はい、巫女になったんですか。占い師っていうか、うん、巫女さんになりました。巫女になりました。おお、すごいですね、うん、はい、で巫女でそこで占いを、うん、5分500円でやると、うん、はい、ね、いいですね。5分後で妖怪御朱印と、はい、妖怪みくじが引けます。はい、うん、これどうです、こんな、ね、もうここまで聞いただけで嬉しくなってくるでしょ。そうですね、だから早く、この何月何日にどこに行ったら何をやってるかとかね、そういう詳細を一応ね、6 4日の日はね、うん、4日金曜日、はい、10月4日かはい、金曜日は俺と都市ボーイズ早瀬のトークショー。ああ、じゃあ山口先生と都市ボーイズ早瀬さんのファンの方は、そこ、ね、10月4日はぜひ、ね、そこに行ってくださいと。腹の探り合いのトークショー。腹の探り合い何ですかね、それは。そうです、はい、で、10月12日、うん、12日で僕とまだこれ、うん、正式決定しないんで言えないんですけど、はい、大物芸能人が特徴あります。あ、 12日先生はだから夕方はアウトレイジのあの階段のやつもあって、そうです、そうです、ね、忙しいですね12日。そうですね、昼間がそのトークショー。11日ですよ。え、11日、金曜日。先生今12日と、11日ですね。じゃあで、うん、トークショーやって次の日、うん、次の日アウトレイジ、はい、アウトレイジのねあれですね、うん、はい、ということでちょっとね楽しみにしていてくださいね。6日はなんと、うん、村さんと、うん、村さんの弟子全員集合、うん、弟子全員集合、村一門が、はい、それではみんなで一斉に UFO を呼ぶ、うん、ああ、すごいですね。で、 UFO を呼ぶショーの前は、うん、俺と村さんの、はい、UFO トークショー、 UFO、 うん、はい、だから全部それをなんか表かなんかにまとめないとね、分かんないですね皆さん、うん、何時に何があるということでね。これもう途中で、はい、うん、甲府星人と、はい、ね、はい、ひまごが乱入しますから、はい、ユーマレスラー、ね、なんかどういうイベントなんだろうなと、わけわかんない、わけわかんないですね、聞いててね。はい、ということ でなんと占い師コーナーは、うん、土日は、はい、エスカリータリエだけじゃまかないきれないんで、はい、神道定明が入ります。あ、神道定明さんも入るんですね、土日ね。役に立つかどうかわかんないですけど、なんてこと言うんですかね、ひどいな社長としてひどいなと言っときますよ。まあ、ひどい。はい、ということでね。まあ、愛想がいいだけで、うん、あ、ね。なんてこと言うんですか、なんかね、すごい元気をつけられますよね、神道定明さん。叱咤激励的なね、ことでね、元気づけてもらえますよ。まあ、実際ね、来たら楽しいと思います。思います。はい、うん。ということでね、今度10月3日が渋谷クロス FM。うん、で、うん、広瀬学さんの番組にですね、山口敏太郎先生が出て、なんとこれはですね、やじ馬で見に行っていいらしいので、うん、10月3日ね。ちょうど外側にスタジオが開いた感じになってますので、うん、はい、はい、だからガラス張りかなんかで見れるんですね。うん、はい、で、10月のね、4、5、6がアーリン千葉鑑定会。ね、こちらもだいぶね、うん、揃ってきたっていうか、お申し込みが。で、6日はね、うん、三茶のポルターガイス。6日でしたか？ 5 日じゃなくて。5日か、どうやるの？いい加減な。いい加減だな。うん、はい、まあ、うん、中身の土曜日に三軒茶屋ね。夕方に行こう。夕方行くんですね。もうスミさんとは連絡取られましたか？送ってますよ、挑戦状。挑戦状送って。俺たちがもうそのやつをさばいてやるぜ、うん。はい。じゃあ、アーリンさんがね、そしたら、渋谷さんも参加する。はい。大阪の渋谷さんも。渋谷さんも、盗聴器とかそういうの。盗聴器いっぱい持ってきて。盗聴器持ってきちゃダメでしょ。盗聴器でいっぱい聞いて、はっ、なんか喋ってる。そういうの見破ってやる。盗聴器仕掛けていくんですか？うん、はい。
ということでね、あと10月の12日がアーリンさんの心霊教室があります、うん、はい、こちらね、申し込み先は海老沢さん宛てとなっておりますよ、うん、10月12日、アーリン心霊教室5500円、 ズームとか言っちゃってるのズームそう、とがめる顔しないでください、ズーム、はい、で悲しいことでもあったんですか悲しいことはですね、カブトムシさんがね、亡くなったことは悲しいですよね。虫けらが一匹死んだだけじゃないですか。虫けらとか言わないでください虫けらじゃないですか、お友達だったんですからねはい、でね、10月12日秋葉原の、アウトレージ階段とか言っちゃいますけれど、違いますよ、アウトレージ階段違いますよ、でこちらね、いいですよ、アウトレージ階段、ここでフライヤーがボンとね、画面に出ると思いますので、でこちら会場の方はもう完売しておりまして、ネット配信のみ受け付けておりますのでね、これ見たいなと思う方はネット配信お申し込みください。そうやね、はい、ということでね、すいません、長々とやってしまいましたが、以上で告知終わりです、うん、終わりですか、はいはい、まあ相変わらず5月になってもね、うん、目白押しで、はい、そうですね、なんかイベントどんどん増えていきますね、イベントすごいですね、あのね、うん、ドイツのおじさんのおかげですか、ドイツのおじさんとかブルーノさんとおっしゃって、あ、ブルーノさん忘れてました、何言ってる、ブルーノさんのおかげですか、ブルーノさんのおかげじゃないですかね、はい、ブルーノさんのおかげ、おかげだと思いますよ、私もだから、うん、あの事務所の繁栄とかをね、ブルーノさんに頼みましたよ、うん、割とね、いろんな細かい仕事が来ますからね。来ますね、はい。ブルーノさんのおかげだね。おかげかな、はい。もうちょっと、うん、もっとちょうだい。もっとちょうだい。これだときついから、はい。ブルーノさん、映画上映会とかもありますしね。で、うん、なんかね、お医者さんを交えてのね、イベントもあるんです、うん、ブルーノさん。で、うん、お医者さんが、ちょっともうこの方はね、ちょっと手の施しようがないと、医学では手の施しようがないなと思ったら、うん、ブルーノさんを紹介するそうなんですよ、うん、ブルーノさん、あの不治の病はないとおっしゃっておりますので、うん、ブルーノさんに治していただこうということで、じゃあ霊界からエネルギーを送ってくれる、はい、エネルギーをね、送ってもらいますよ、うん、はい、なるほどね、はい、あ、ちょっとじゃあブルーノさんも出てもらおうかな、俺の小説に、え、小説書いてるんですか、いや、帝国心理学院で書いてるじゃないですか、はい、それにですか、それに出てもらおうかな、へえ、現実と空想がクロスオーバーしてる話ですから、へえ、今あの俺が出てきてるシーンとかもありますからね、はい、じゃあブルドーさんを呼ぼうというシーンを作りますよ、はい、うん、とかいう感じで終わっていきますか、うん、はい、終わっていきます、はい、オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルティズムだ、不思議な体験、怖い体験、ミステリアスな体験、募集しております。徳島5566 @yahoo.co.jp 徳島5566 @yahoo.co.jp までメールを送ってください。はい、それじゃあまた次回も不思議の世界であなたとランデブー、山口敏太郎でした。それじゃあ皆さん、さようなら。はい、さようなら。バイバイ。バイバイ。